マサヤは、ニカラグアの都市で、マサヤ県の県と。花の町と呼ばれる。グラナダの14キロメートル北、首都マナグアの17キロメートル南に位置し、北には、名の由来となった、マサヤ山がそびえる。人口は2005年の推計で14万6千人。ニカラグアの大国層地帯の中央部に位置し、マサヤ県やコラソ県で生産された、 農産物はここから船で首都マナグアやレオンに運ばれる。軽工業も盛んで靴や衣類が作られている。葉巻、皮比較製品、石鹸、海苔の生産、繊維加工なども行われている。周辺地域では家具が作られており、マサヤ近郊の湖近くにはハンモック製造所がある。マサヤはニカラグア文化の発祥の地として知られ、工芸品の生産が盛ん。 中央バスステーションの隣に位置するメイン市場は種別に区分されており、中には女性用ハンモック、刺繍ブラウス、木彫り作品、麻織物といったユニークなコーナーもある。周辺地域で生産される金物や美容製品なども常時売られている。大衆市場から数ブロック離れた中心街近くに1900年代に築かれた旧市場の中には工芸品市場があり、 地元の工芸品が見られることから観光地としてにぎわっている。木曜日の夜には毎週お祭り騒ぎの夜というイベントがあり民族舞踊が見られる。毎年秋には死後成人のヒエロニムスを祀る祝祭が催される。祝祭では多くの人々が民族舞踊や通りの行列に参加し成人に捧げるが宗教的意味合いは薄い。通りの行列には 地元や国の政治家を風刺したコスチュームをする個人や団体もいる。この祝祭は3ヶ月という長さと民族的要素の濃さから国内でよく知られる。旧市街には数カ所の広場と16世紀のバロック建築の教会が2軒ある。国立公園となっている標高635メートルのマサヤ山は一帯で最も活発な活火山で、 マサヤとニンディリの二つの噴火口と五つのクレーターがある。スペイン人が最初に文献に記した1524年以降、少なくとも19回噴火している。火口には活発な溶岩湖があり、最新の噴火は2003年のもので、その際は上空4600メートルまで噴煙が上がった。紀元前4500年頃には爆発的噴火を起こし、それは 過去1万年の地球上での噴火で最大級のものだったとされる。マサヤは旧火山の河口に形成されたアポヨコの北西に位置する。アポヨコ自然保護区の一部となっているこの湖は一体で観光地として人気があり、小岩には数軒のホステルと小さなリゾートがある。クレーターは直径6 5トル深さ2 0 0ルにもなり、釣りや ウォータースポーツができる。付近には植民地時代の考古学遺跡もある。コヨテペは20世紀初めに築かれた古城で、現在は博物館に改装されている。1912年、この地で国民軍とアメリカ海兵隊が激戦を交わした。そもそもこの地を刑務所に改め、特に残酷な仕打ちをした。ありがとうございます。